皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。Today's episode is another の7話でございます。先生がこれから暴走しますぞ。どうなったのだろうか見ていきましょう。Let's go! あ、英語になってるね。暴走しておりますね、先生。タンタン、トントパパ。パラピーパラトンパラパパパパパ恐れるなかれで、ね、恐れるなかれはいはいよほんの暗き棺から移された人形よ人形のようにパパかくここへ心は身にあやささせあやされそうだつあやされそうだつ What does it mean? つなぐ手の冷たさ怖いなタンタンタタタンタンしゃあ、今回はどんなグロいことが起こるのだろうか。誰かを痛いほど愛してるんだ。先生！自分を殺すの？え、人を殺すの？そうやろお前きしょええ The fuck やっぱないああ、OK Jesus fuck それ叫びよねおかしやろおい吐くよなこわすぎやろこの先生あ自分も殺すなよ殺されなよでもなんか悪そうやったなどないしたやなんであんたそんなダメだったねどいそんな目で見んなよ別にこいつらのせいちゃうやろこれねえ分かるわけがないね。この気持ち？どういうことや？それを言って自殺したんやな。この先生は。てか血ついてるやろ。拭かなくていいの？え何をあ母親が死んだのかなくなったのかなしかも何日も前かもえっ殺したのか
Wow, Jesus fuck. だね。現象だろうな。それしか考えられへん。This anime is crazy as shit. Huh.じゃあもうこの子にも話すんだね。この子もう OK なんだね。死んでなかったね。変わってるよ。でも生きてんねんな。こんな女はね。だからといって暴力はあかんよ。あなたたちのせいよ。だからお前そんな変な顔したな。お互い全く責任がないとは言えないし、私も無能のそしりを受けても仕方なし。そうだね。まあとりあえず責任者をつけるんだね。まあそうだね。これからどんどん人は死んでいくっていうわけで。そっか、死んだ人2人増えたんだね。先生も先生の母も脱出しちゃうんや。もうそうだよね、当たり前よね。変わってるよマジで。まあね、手触れた？怖いな。それみんなそうやな。それ証拠になるだろうか。あれ、俺なんかめっちゃこんな感じかな。ごめんね、カメラの準備もね、いろいろ許してちょんまげ。なるほどな、よく相談してんやな。まあ相手は相手なのだろうか、呪いなのだろうか。 Some crazy shit。おう、三上先生ね。それで聞き込んだ。あれどうなったんだっけ、気になるな。もう一度止めることはできないか。私が把握できていなかったリツコ君を除けば7人。リツコ君はいつ？7月です。これは8月で止まったということですか？そう。8月の日付を見てる。そう、あ、自分のお母さん。へえ、合宿出とったんか。はあ、なるほどね。じゃあまずは死者は存在してるっていう可能性はあるのかな。ただ合宿中に読み山神
じゃあ行くべきなんでしょうね。へえ、合宿でも同じ町なんだな。そっか、何かの鍵が足りないんだね。まあ全く分かんないもんな。パターン作らないといけない。ああそうなんだね。あいつも合宿しようと思ってんのかな。だよね、それしかないね。はい、先生壊れてる。まあ壊れるよね。いや何このアングル怖いんだけど、やめてくれません？音もアングルもいろいろ。あんたちゃうかって。そうか、自分もう自分のことが死者ちゃうかと思ってる？それとも全員死者？全員が死者に見えてきた？お前だって？怖い。描写キモいわ。やめてよ。どうですか、今から合宿ですか？タイマーか電話か。お父さん、この前に着信切れたよね。はい、まあまあだね。みんな元気にしてるよ。嘘つけ。元気であるか。他の写真は中学の卒業式の日に撮ったっていう集合写真で見たことある。あ、また切れ始めてるね。ちょっと変な写真だったって。心霊写真。立ち入り禁止。大体お前心霊写真なんてものだな。いや、あの、あ、でも話できてるじゃん、おとんと。実家か。あ、なんかあんだよね。どうしたんだよ、そんな切らんでも急いで。そのお店の場所は知ってるけどさ、今日。ん？もしかしてみーちゃんとデートか？うっと？こいついつもデート行ってんからな。彼女？まあ、あの女性という意味の彼女ね。本当はおばあちゃん家行こうと思ったらね。おう、お前もか。勅使河原に呼ばれてきたんでしょ。おう。赤沢さん。そう。クラスの問題だって言うから。じゃなきゃあんな男に呼び出されて出てくるわけない。何言ってんだか。勅使河原から大体聞いた。15年前の話。なんだい？
そうか。いらっしゃい。泉ちゃんのお友達？ちょっと先生に似てない？この人。ああ、お姉さん。へえ。じゃあ姉も死ぬかもしれないな。怖っ。姉が死ぬパターンもできてるからな。え？あんたさ、この男は俺のもんだからみたいな。それどうでもいいんだけどさどうでもいいんだけどさ、嫌って言うんだったら何よこの口説き方。この女結構あれやな、ガッツ。苦いけど甘い、美味しいねこれ。まああれほどね、でも逃げ出したいやん。みんな死んでるし。僕が死者じゃないかって疑ってる。あなた生まれていないのかもしれない。俺もそう思った。15年前、一緒に死んでんちゃうかって。お父様が亡くなられた。そしてあなたも生まれてこられなかった。俺もそう思った。15年経った今、あなたが転校生として3組に復活した。バカな、そんなバカな話。もう俺も一瞬でそれ思ったけどね。本気にしないでね。その可能性を考えたのは本当。でもね。わかんないもんな。握手。手があったかいっていう話。やっぱりあなたとどこかで会った。うん。どこかで握手したことがあると思う。じゃあ二人とも死んでんちゃうか？あの世で。握手したんちゃう？体が覚えてる。体が覚えてるって。そういえば病院でも握手したよね。あれって意味がある。お前死者ちゃうかって。冷たいって噂だね。だからみんな握手してんだろ。多分嘘ね。嘘だろ。すぐ分かったでしょ。ごめん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 ベイベー。え、こっちに座りに来た。俺そんなに嫌われてる？はっきり言われたい。やば。それも悪くないって。だってメイちゃん来なかったな。望月、お前が話すよな。今回の件、お姉さんも巻き込まれちゃう可能性だってあるから。なぜ？あ、そうか。お姉さんって、ともかさんだよね。うん。それでね、僕、どうしても黙っていられなくて。なんでしょう。ああ。まあ。やっぱり、読み北の出身で、三組の噂は知ってたみたい。なるほどね。そのともかさんから、びっくり情報が出てきたんだな。なんだろう。これ誰か来た。松永克美って人で、うちの常連さんなんだけど、はい、読み北の出身だとは知っていたんだけど、3年3組だったって知ったのは最近のことでね。OK。それで思い切って訪ねてみたの。松永さんの年はある年だったのかって。やば、それ聞くんや。あの年の呪いは俺が。俺は悪くないんだ。みんなを助けたんだ。助けたんだよ、俺が。だから。残したんだ、あれを。あれって？どういう意味なんですか？あれって。あの人、まるで覚えてなくて。はぁ、あ、聞いても知らないって言うばかりで。でもみんななんか記憶喪失だよね。松永という人、こいつのお姉さん、え、そしてその手がかりどこ、おばさんもそうだよね。ってことだよな。でだ、その松永ってやつに俺たちも話を聞いてみようかと思うんだが。直接？どこに、どこに住んでいるかまでは。それじゃあ、光一君、あなたの身近に松永さんの同級生がいなかった？
おばさんね、あの時に助けられたとか。はい、わかるの？でも役に立つ？いかへんのや。興味がないの？その人形、やっぱり君がモデルなんだよね。半分だけって言ってたけど、そっくりだし。この子はね、12年前にあの人が産んだ子。あ、死んだのか？生まれた時には死んじゃってた子。そうなんだ。なるほどね。実はね、私明日から出かけなきゃならないの。どういうことや？お母さん、私と3人で別荘へ行こうって。別荘あんのか？嫌だって言うわけにもいかなくて。なるほどな。まあじゃあ安全か。1週間ほどで帰る予定だから、戻ってきて合宿にも行くつもり。なるほどね。まだ合宿にはそれぐらい時間があるんか。でも脱出はいいと思うよ。話したんや。どんな顔になってるのか気になるもんな。あんたの携帯番号？携帯の？そうよ。美咲の？そう。この時代携帯少ないな。あ、でもこいつもガラケー持ったわ。地中電波で繋がってるなんて気持ち悪い。気持ち悪いんや。なのにどうして？持たされてるの。たまにあの人不安で仕方なくなるみたいで。そっか。それでもまあお母さんの守りたい気持ちあるよね。はい。疑いは解けた。疑いって解けるものなのかな。どうした？怖っ。怖いけど。怖いけど。死者じゃない。榊原君は死者じゃないから。いいんだけどさ、なんでお前そんな怖い人？美咲が死者だからとか？妹が死んでる。自分も死ぬ。死に近いところまで行って、そんな目失明してて、みんななんかその死に近い経験をしてるよね。でも今回の先生の暴走はやばいわ、ほんま。アニメってね、超面白いんだけどね。今回の先生の一番最初のところのあれ、ほんまにびっくりしたわ。日暮らしの泣く頃にみたいな感じでね。しゃあ、信じてるな今でも。信じてまうわ。はあ、皆さんご視聴ありがとうございました。ビーチの遊び、タンタンタン。はい、ご視聴ありがとうございました。 Until next time, goodbye. おおきに。